1キロ目5分7秒5分7秒です、2キロ5分27、3キロ目5分22やば、心拍高っ。7キロ目5分15 8キロ目5分20お疲れ様です。今ですねスロージョグ中です。スロージョグで、今ね6キロぐらいですね。ペースはキロ7前後ぐらいですかね。ゆっくり走ってます。はあ、はい、お疲れ様です。スロージョグ終わりました。終わりましたっていうか終わらせました。で、今日はですねあんまり時間がなくてスロージョグ8.5 キロです。ペースは全部でトータルで6キロ6分50ペースですね。もう取るに足らない感じです。はい、今日は、ね、ちょっとこれから子供のねまた少年野球の送迎があるんでちょっとこれ以上時間取れないんでまあまあしゃあないなって感じでしょうかね。はい、こっからがね、本日の本題なんですけども、まずですね先週の東京チャレンジマラソンハーフのですね
ハーフの部に参戦した件で、たくさんの、応援いただいたりですとか、あとは先週ね、アップした動画に関して、いろいろ、たくさんのコメントいただきまして、本当にありがとうございました。すげえ嬉しいです。まあちょっとね、個人的には、まあ納得感の薄いというか、情けない結果ではあったんですけども、たくさんのね、本当コメントいただいてすげえ嬉しく思っております。で、コメントでね、もっとこうした方がいいよとか、すごいね、いろんなアドバイスたくさん含まれててですね、全部もちろん読ませていただきました。まあいろいろ、こう、考えてというかですね、どうすっかなっていうね、まあなんでダメだったのかなとかって、まあいろいろあるんですけど、まあいろいろ考えてですね、まず、目標ね、いけると思ったんですよね。1時間45分切り、だったんですけど、まあダメだったのはですね、まあ単に、まあ力不足ですよね、と。走力が足らんというところでですね。まあ、いろんな、ね、理由があるんですけど、その風がめちゃめちゃ強かったとか、まあ、風がめちゃめちゃ強かったとか、風がめちゃめちゃ強かったとか、いろいろあるんですけど、まあ、そういうコンディションの中で、1時間45分を切る力がなかったっていうことなのかなというふうに思ってます。まあ、あとね、まあ、いろいろ思うことはたくさんあってですね、まあ、単純にね、ハーフマラソンが下手。ハーフマラソン慣れがない感じですね。それはすごく強く感じました。ただね、まあ今回やったんでね、ハーフ走って、やっぱこう淡々と走る大切さみたいなのが、すごくよく分かったんで、次のハーフと2月のフルではですね、この反省をだいぶ活かせるんじゃないかなと思ってます。絶対活かしてみせます。絶対ですよ、絶対。絶対活かす。まあまあ反省点としてはね、やっぱそういったところだったりとか、はい、はするんですけども。で、まあまあそこを踏まえて今後どうするかっていうところに関してなんですけども、今後ですね、まあ大きく変えることはできないですけどね、昨日の練習のようなことをちょっと増やそうと思ってます。で、昨日の練習っていうのが、まあ先ほども申し上げましたように、キロ5分ちょい、5分、昨日は昨日、キロ5分15ぐらいだったんですけども、5分15キロのペース走みたいな、キロ5分15のペース走ですね。まあ、10キロ、12キロ、15キロ、20キロっていうのをちょっとやっていきたいなと思っています。今までね、こういうペース、ちょっと早め。まあ、私の、マラソンのレースペース、M ペースでの、こう、そこそこ走る、距離を走る、特に10キロを超える距離を走るっていうことを、もうほぼほぼやってこなかったんで、やっぱね、それがちょっとハーフにも出たかなっていう気も若干しててですね。そういう、で、やっぱそれやってなかったからかなっていう不安も持ちたくないですしね。それをちょっと今後やっていこうと思います。で、これは、まあもちろんハーフマラソン対策でもあり、で、今度のフルマラソン対策でもあるんですけども、以前からコメントでね、5分20とか、まあ、5分30でもいいって書いてましたかな。何名かの方にいただいててですね、5分30、20、15とか10ぐらいの、ペースで、まあ、10か15キロ、20キロ、30キロとか、まあ、そういうのをやった方がいいんじゃないですかってずっとコメント何度もいただいてたんですよね。で、そうだよねってずっと思ってたんですけども、まあ、そろそろフルマラソンも近くなってきて、もう丸2ヶ月 ?12、1、2は、2月はちょっと途中までだと思うんで、まあ、あと2ヶ月ぐらいですね。しかないということで、そろそろちょっとこういう練習も混ぜてやっていきたいと思います。でね、そうそう、あとハーフマラソンで、まあ、結構ね、ネガティブなね、ことばかり、もっとこうした方が良かった、力が足りなかった、うんぬんってこと言ってるんですけど、一つね、すごく良かったことっていうのがありまして、結構前半から心拍すごいきつくて、心拍ゾーンってあるじゃないですか、1、2、3、4、5って。で、その心拍ゾーン5、でね、まあ、無酸素運動になるんだと思うんですけど、心拍ゾーン5で結構頑張ってるんですよ。時間で言うとね、1時間30分、90分ほど。レースが1時間45分ぐらいなんで、ほとんどですね、ほとんど、心拍ゾーン5で走ってます。で、今までね、心拍ゾーン5なんて10分、20分で限界ぐらいだったんですけど、前回の東京チャレンジマラソンのハーフでは心拍ゾーン5で1時間30分頑張れました。これはやっぱこんなに頑張れたことないんで、これはやっぱねすごく一つの成果かなと思ってます。最近ウォーミングアップすると調子いいって言ってるじゃないですか。それはね、心拍ゾーン5に入っても我慢できるようになったんで調子いいって言ってたんですけど、もうそれがね、ここに極まったみたいな、私の中では今のところ。
感じで1時間半心拍ゾーン5で踏ん張ってるっていうのはねすごく良かったのかなと思ってます。まあ、その代わりね最後力尽きましたけど、でね、ただ最後力尽きたって言ってもなんだかんだ5分8とか5分12とかで粘ってんですよ。あんもうめ今思い出してももう嫌だし、もう二度とあんな走りしたくないんですけど、それでもねなんだかんだ5分10とか15ぐらいで頑張れてるんですよね。まあ、そういう意味ではねハーフはまあ納得結果ではなかったんですけど、いいところっていうのはしっかりあった。あんだけきつかったけどペースをギリギリまで落とさず本当頑張れたなと思ってます。うん、だからね結構頑張ったんですよねハーフね。ただ、まあ、あれだけ頑張れた粘れたっていうのはすごい自信になるなと思って、今後の練習もねあんまりねダメだったダメだと思わず引き続き続けていきたいと思います。そういうことで、今回の動画は以上になります。本当にね繰り返しになるんですけども、たくさんの応援、あと前回のコメントへのたくさんの応援、たくさんのコメント本当にありがとうございました。すごい嬉しいです本当にね。モチベーションは爆上がりです。次絶対なんとかしてやると思ってます。できると思ってるしね。うん、もっと越した方がいいよとか、もしねあればねぜひ教えてください。ぜひ今後もそういったところをね取り入れて頑張っていきたいなと思ってます。そういうことで、本日は以上になります。それでは、ちょっとこれからやべ、これからちょっと子供を迎えていきます。ありがとうございました。それでは失礼します。 Thank you.